これ何かって言ったで、ごめんなさい。こんにちは、ドローン空撮旅人のトキです。今回は前回ガス管の種類とか、まあ、基本的なものを動画にしたんですけど、またこれ見ていただければありがたいんですが、今回はガスのどう言ったらいいんですかね、ガスがどれだけあるかっていうのを学習していこうかなと思います。まあちょっと おさらいでガス管のことについて基本的なものを言いますと、まあこれがまあ CB 管になりますね。CB 管、これよく見かけると思うんですけど、まあ大体あれですよね、ガスコンロとかよく日本のね、ガスコンロに使用されてると思うんですがでこれが OD 管なんですよ。でたまにね、登山者の方でこれ使ってる人もいてるんですけど、これは基本的に CB 管なんですけど、 CB 管は基本的に屋内用なんですよ。でただ1種類だけ違うやつがあるんですよ。このね、一応ね、外の白いやつはまあ通常のやつなんですけど、確かね、規格で決まってるんですよ、この形が。基本的にはブタンが 95% 以上入っていなければいけないっていう、安全性のために規格が決まってるんですよ。 95% ブタンが入ってるっていうことは、あのね、ブタンって基本的に鉱山とかでなかなか使用しにくいんですね。火がつかなかったりとか、何って言ったらいいんですかね、ブオーってなったりとかするんで、結構ね、低温でしかも鉱山にな気圧とかの問題でかなり危なくなるんですよ。ただね、一つだけ違うやつがあるんですよ。それがこの外なんですけど、この銀色のやつがあって、それはちょっとだけあれなんですわ、こいつよりもいいガスを入れてるんですね。このレギュラーはブタン 95% やから屋内用になってきます。で要するにね、ブタンが多ければある程度安全性は高まるんですが、火がつきにくいと。でブタンが下がっていけば下がっていくほど火はつきやすいんですけど、安全性がちょっと若干弱くなっていくっていう形ですね。そんな感じです。で屋外用は基本的にはこれ OD 管になります。なのでたまに登山者の方でこれ使ってはる方とかいてますけど、まあできるだけこっちの方がよろしいですわ。寒くなったらね、ほとんど出えへんかったりとかするんで、あんまりおすすめはしないです。で基本的に登山で使用するのはこういうこっちの形ですね、 OD 管になってきます。で OD 管も先ほど言ったように、そのいろんな種類があるんですよ。それがね、 95% のやつが大体ね、ノーマルガスっていうんですよ。で、そういう鉱山とか寒い時期とかに行くんでしたら、パワーガス、それよりももっとこう配合がいい、OD 管を使用してください。で、ジェットボイルは良くなってるんですよ。でこれ1種類しかないんですけど、これがプロパンが20のイソブタンが 80% なんで、それでつきやすいんですね。そんな感じになります。ドローン空撮旅人のカリンだけど何？なのでちょっと CD 管はもう置いといて、 OD 管の話になってくるんですけど、そうしたら今度ね、これまあバーって使っていくじゃないですか。ほんならやっぱし分かんないんですよね、どこまで使ってるかとかが。まあジェットボイルでしたら一応測るやつ、そのジェットボイル専用なんですよ、測るやつがあるんで、ジェットボイルは分かるんですけど、他の OD 管とかが分からないんで、
で一番簡単な、これまだガスあるんかみたいな感じですね。ほんまに簡易的なのは、振ってシャカシャカなったら、こう、わかります？シャカシャカシャカってなってんの。シャカシャカなっとったら一応あるんですよ。めっちゃ簡易的ですけど、まあ、ただ、その、厳密にはわかんないんですよね。何本ぐらい残ってるかとか。それを今からいろいろと僕は勉強して分かったんで、みんなにも言うとこうかなと思って、そんな感じです。あーやばい、これよう漏れんねん。これ漏れるやつの漏れへんやつがあるんですけど、くせで、そのやり方というのが実は言うと重さなんですよ。重さで計算していくっていう形になってくるんですね。一応ね、このジェットボイル100なんですけど、こいつが100なんですよ。を調べると、このね、 194g ネットイコール 100g って書いてあるんですね。これ何かって言ったで、ごめんなさい、何かって言ったら、ネットっていうのがなんかね、それだけっていう意味らしいんですよ。ということは、一応ガスが 100g で、で総重量が 194g っていう形になります。だから 94g がこの缶の重さですね。缶の重さ、これ関係なしで、缶の重さね、缶の重さになってくるんですよ。なので純粋には 100g ガスが入ってますよという形になります。で、ここからいろいろ調べると、ここにね、だいたい1缶で10リッターから12リッターの水を沸騰可能って書いてあるんですよ。ほんなら必然的に、まあ要するにガス 100g に対して、まあ低い方、とりあえず念のために低い方を考えましょうか。10リッター使いま、沸騰させますよって。多分ね、もう条件とかによってだいぶ変わってくるんですね。多分暑い時期と冬、寒い時期、冬い時期ってなんやねん、寒い時期とかでだいぶその時間がかかったりとかするんで、なかなかそこら辺は難しいんですけど、まあ大体多分10リッターぐらい沸騰させれますよという意味とになると、なるんですよ。まあ、だからとりあえず1缶で約10リッターぐらい沸騰可能ですよっていう形になってくるんですよ。で、ただこれ注意しないといけないのが、これジェットボイルで10リッターなんですよ。これあんまり書いてないんですけど、だから普通のクッカー、まあコヘルあるじゃないですか、普通のコヘルで使用したらそれよりも落ちるはずなんですね。んで、でここなんですよ、ヒントが。だから普通のコヘルに比べてガスの消費量が2分の1ですよっていう形なんですね。ということは、およそ1缶で普通のコッヘルでしたら5リッターぐらい。まあ2分の1っていうのは、まあそれ難しいんですけどね、その沸騰のその水の量が多ければ大きいほど差が出てくるんで、ちょっと何とも言えないんですけど、まあとりあえずちょっと多く見積もって、普通のコッヘルでは6リッターとしましょうよ。6リッター1缶、普通のコッヘルでジェットボイルの1缶で約6リッターが分けるとしましょうよ。これとりあえずこれを全部使い切ったら6リッターのお湯が分けるんですよ。6リッターが6000ですね。
6000ミリリッターを100で割ると、100グラムで割ると、ほんだら、だいたい1グラムあたり、1グラムあたり、60ミリリッター、分けますよ。ほんまはその全然ちゃうと思うんですよ。だいたいですね、多分単純計算で、単純だって60ミリリッターやのにピューってやったら、とりあえずもうそこでガスシューってなるんで、なかなか難しいんですけど、なら1、とりあえず1グラムあたり60ミリリッター沸騰させれますよっていう形になってくるんですよ、計算上。単純計算ですよ、ほんまに簡易計算で、厳密になると全然違うと思うんですけど。そしたら今度は、まあこれ1グラム60ミリリッターって出てるんですけど、そしたら大体ですよ、大体、まずカレー飯なんですけど、ここに書いてあるんですけど、230ミリリッター使うんですよ、カレー飯で。230ミリリッターで、こういうアルファ米ですね、アルファ米が、ここには書いてなかったんちゃうかな、こうか、140や、140って書いてるんですけど、だいたい260なんですよ、他のやつとか見てたら。なので160、アルファ米が160ミリリッターになるんですね。で、こういう、これはあのあれがないやつなんですけど、これがどこやったっけな、これが水220ミリリッターです。焼きそばとかが220ミリリッター、あ、こっちやったになるんですね。ほんならだいたいこれで、あ、ほんでね、普通のね、カップラーメンがおよそ300、あの日清のカップヌードルあるじゃないですか、あれで計算したら300から400ミリリッター使用するらしいんですよ。そんな感じで、ほんだら、60ミリリッターっていうことは、5630ですよね。ほんだらカップラーメンは5グラムいるんですよ、5グラム減るんですよ、およそですけどね。でカレー飯は4、5、30、6、5、30、6、4、24、4、まあまあだいたいおよそですけど4グラムですね。んで、これ何や、あ、アルファ米ね、アルファ米が160やったら、まあまあ3グラムぐらいっていう形になってくる。60だから160割る60でみたいな形で、まあ、厳密に言うと 2点何歩かになってくるんですけど、そんな感じでグラム数が分かるんですよ、これで。ドローン空撮旅人のタヌキニャということは、これがまずとりあえず、側が94グラムなんですよ。だから167から、側を引くんですね。ほんなら必然的に6の73グラム、73グラムガスが入ってますよっていう形になってくるんですよね。ほんならもう全然余裕じゃないですか、っていう形になってくるんですよ。
んで、だから要は計算でまあだいたい1回につき543g ぐらい使いますよという形になってくるんで、日帰りやったらそのあれですよね、あのでただ計算してほしいのが、もし何かあった時、何日か分かは余裕を持って計算した方がいいと思います。だから例えば、その日入れて、まあ、3日、大体あれですよね、なんか遭難の救助のやつとか見てたら、大体は夕方とかにもう遭難してしまうと次の日になってくるんで、絶対に一泊はいるんですよ。だから5体満足でですよ、動けるんでしたらその飯とか支度できるじゃないですか。まあもし、まあ、滑落とかしたらちょっとできない可能性もあるんですけど、それを考えるとまあとりあえず2日以上は必ず持っとかないといけないですよね。だからまあまあ30g、こいつで計算すると 30g 以上は欲しいですよっていう形になります。まあまあだからもう表面上でいくと、とりあえず一泊するんやったらまあまあ 50g は持ってった方がええよみたいな感じですよ適当ですけど、47増えていってるし、そんな感じになります。